しの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は建築の力を使って街づくりに貢献している研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。建築学科、ここは元谷准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。私たちの研究室は都市計画を専門にしています。コンピューター技術を活用して都市の抱える問題に取り組んだり、地域の人たちが住みやすい魅力あふれる都市づくりにアプローチしています。例えばコンピューターグラフィックスを使って街並み景観や再開発事業をシミュレーションしたり、あとですね、 GIS と言われる地理情報システムを使って土地や建物の変化を調査分析したり、あと災害時に住民の避難を助ける災害時避難支援システム、また交通弱者の街中回遊を支援するシステムを開発しています。ふむふむ、具体的にはどのような研究をしてきたんじゃ。まずは学生さんたちに聞いてみようかの。これは GIS という地理情報システムを使って熊本市の道路の整備効果をシミュレーションしたり、人口増減とマンションの立地動向の関係性を調べたりしています。現在は熊本の中心市街地の土地や建物用途を調べ、20年前と比較しどのように市街地が変化しているかを分析し、今後の推移を予測しています。これはコンピューターグラフィックスを使って熊本市と共同開発で桜町の再開発の VR を開発しています。現在はヘッドマウントディスプレイやホロレンズという MR 技術で現実世界に投影し、模型サイズで検討したり、実際に建物内を歩いて回れるような体験をすることができます。車椅子障者の街中回遊を支援するアプリを開発しています。これは車椅子障者が熊本市の街中で使用するアプリで、行きたい場所を検索して現在地から最も快適な経路を案内します。また車椅子障者が使える最寄りの多目的トイレや障害者専用の駐車場を検索することもできます。現在は建物情報を収集しており、車椅子障者がお店のサポートを受けられるお店や段差なく一人で入ることができるお店などを検索する機能を開発しています。おほう、小賀先生の研究は熊本市の都市開発にも大きく貢献しているんじゃな。直接的にやってるのは今桜町の部分でコンピュータグラフィックでこうシミュレーションをして、でこう例えば太陽の光がこうその建物があるとどこにどう影ができるかとか、どこにこう木を植えるとか、そういったのをシミュレーションするシステムは熊本市と共同でやってますね。小賀准教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。まず都市環境ですね、都市環境、世界の都市環境の問題を、ヒートアイランド現象であったりとか、都市のこう過密化とか、そういった問題ですね、人口の移動とかそういった問題を、取り組んでいくっていう形です。日本の場合はどっちかっていうとその人口がもう今減っていくっていうふうになっているので、どちらかというと都市をコンパクトにしていくというところですね。都市をこれからこう広げていくんではなくて、できるだけコンパクトにして、でこう地域拠点といわれる形で拠点化して、でこう郊外がこう開発されていかないようにっていうのを抑制していくっていう流れがやっぱり多いです。であとこれからその高齢者とか、が増えてきますので、できるだけその移動を短くする、で公共交通機関をみんなが利用するようなこうシステムを作っていくっていうのが日本の目指す都市計画というふうになっています。私の役割としては、まずは一つこう熊本市で言えば、道路をどう計画していくかっていう部分であったりとか、あとやっぱりこう中心市街地の魅力を高める、たくさんの人にできるだけ街の近くに住んでもらうっていったような魅力ある都市づくりを計画していく、提案していくっていうことになりますね。3年前デンマークのコペンハーゲン大学で、世界のさまざまな国から集まった若手の研究者たちと一緒に研究活動をしていました。でそのメンバーとこれから世界規模で抱えている都市の問題に対して共同で取り組んでいきたいと思っています。東城大学工学部建築学科の活躍がますます楽しみじゃ。